若干20歳の日本人の挑戦に世界が湧いた。現地時間8月10日に行われたパリ五輪のスポーツクライミング女子複合決勝で、日本の森秀才、森、愛、が13、135.1点で4位となり、惜しくもメダルを逃した。出花をくじかれた影響は大きかった。最初の、ボルダー、で、森は第一課題に苦戦。 154センチの小柄な体を目いっぱいに伸ばし、壁を駆け上がったが、ホールドに手が届かず、幾度となく落下。制限時間中に登ることができず0点に終わった。第3課題を完投するも全8選手中7位と出遅れた森。得意の、リード、では同種目単体でトップとなる96.1点を叩き出す会心の上りを披露。 一気に暫定1位に躍り出たが、ブルック・ラバトゥ、米国、ジェシカ・ピルツ、オーストリア、ヤンヤ・ガルンブレト、スロベニアに抜かれ、無念の4位となった。リードで圧倒的だった森の結果に会議的な意見が集中したのが、やはりボルダーだった。課題として用意された複数の壁を制限時間内に登り得点を競う種目なのだが、最初のホールドが、 彼女では届かない位置に設定されていたのだ。決勝に進んだ8人で最も身長が低い森にとって身体的ハンデではある。しかし、本人が少し首をひねるような仕草を見せた設定に、目の当たりにした海外でも疑問の声が噴出した。A 氏、デイリーメールは、日本のクライミングスターである森が壁まで届かず、競技開始すらできず、 ファンはいじめ、を受けたと主張、と銘打ったリポートを掲載。その中で苦心した第一課題のシーンを次のように描写している。日本クライミング界の若きスターである森は、第一課題で15メートルの壁に登るのに苦戦。意外思いと共に競技をスタートさせることになった。必死に走って、幾度となくジャンプしたが、ホールドに手をかけることもできず、 最初の演技では残念ながら0点しか取れなかった。故にルートセッターに失望の声は集まった。同志は国内の X で、これはいじめの典型的な例だ。本当に腹立たしい。森は才能あるクライマーだが、この設定ではできることは少ない。という意見が相次いだことを指摘。その上で、壁の高さはあまりに残念でならなかった、と論じている。